久保ゆりかアルマギア情報局。皆さんこんにちは、徳井そらです。こんにちは、久保ゆりかです。徳井そら、久保ゆりかアルマギア情報局。この番組は歌姫音楽プロジェクトアルマギアプロジェクトの魅力や楽曲を私たち2人がお伝えしていく番組です。今更だけどさ、私やっぱほぼそのタイトルを言うことないからあれだけど、徳井そら久保ゆりかって私の分まで毎回久保ゆりか言ってくれてんなって。あ、そうだね、今日気づいた。あ、自分のとこ自分で言う？嫌だ。え、なんで？かわいそうだよ、久保ゆりか。思ったのよ、なんかすごい、なんかそんなにそらにさ、そのなんていうの、久保ゆりかって呼ばれることないからさ。あ、確かに。そんなね、呼び捨てされることないじゃん。久保ゆりかーってね。おい、久保ゆりかーってないわ。どこの少女漫画だよ。確かないわ。そうだね、少女漫画か韓流ドラマしかないよ。そうだよね。フルネームでがっちり呼ぶことないな。そうだね、だからなんかすごいね、今気づいて、え、なんかいいねって思ったよ。あ、本当？あ、いいんだったら、まあよかったわ。ありがとう、長い付き合いでさ、なんかそういう喜びがまだ私の中にあった。新しい発見がさ、まだまだあるってさ、なんかいいよね。いつまでも新鮮な気持ちを忘れない私たちでいたい。そうだよ。あと、おめでとう。あ、ありがとう。昨日だった。昨日だった。この番組絶対だってクリスマスとかなんかさないからさ、行事をさ、もう本当にできる限り行事を避けたい番組だと思うのよ。そう、やっぱいつ見ても今その YouTube チャンネルでさ、そのアーカイブもあるわけだからさ、それで夏場に見た人がさ季節感ってなっちゃってもいけないから、なるべく季節を感じさせない一年。本当だ。じゃあできればもうずっと七分袖の服がいいかもね。じゃあそうだね、五分七分とさ、そういう T シャツ作ってもらったらよかったね。なんかもうずっと使えるやつ。あったかくも見えるし涼しそうにも見える素材の。そうだね。で、色もなんか絶妙な、なんか黄色とオレンジの間ぐらいのちょっときなりな感じのね。そうだね。そしたらなんか白っぽくてもいいかもしれないな。一年夏も冬もいけそうだね。ああ、確かに。じゃあうちらは基本的にその季節だったり、まあ自分のお互いの誕生日も基本は無視するっていう形で。そうだね。そうだね。そうだね。まあ一応書いてはくれてる。そう。もうね。台本に。さらに徳井さんのバースデー翌日おめでとうございます。びっくりびっくりびっくりってびっくりマークが24個も。ねえ。ついて数えましたよ。せめてさ、31個かなと思って。そうだよね。数えちゃったら。この流れだと音符が9個みたいなさ、そういう感じで。フォーエバーみたいな。ね。ミュージックフォーエバーみたいな感じかなと思ったんだけど、うん、全然24個って。知らない数字だ。なんだとちょっと不吉そうな、なんかねえ、24ですね。そうだね。え、もしかしてあれじゃない、ドラマ見てた影響で日本版の24だかもしれない。その可能性はあるかもなっていう。まあその作家さんもちろん来てないですね今日。もっとある？あ、全部合わせたら24、25、26、27、28。29、30、リアル脱出ゲームみたいなやつ。32、おい、あ、33、33、全然違う。そうだね。ねえ、シカちゃんさ、自分へのさお誕生日プレゼントって何買った？今年？31のアイスクリームケーキ買った。さ、31ってろうそく立てて。ものはなんか。自分への誕生日プレゼントに自分にこれ買ってあげようみたいな。ないよ。あ、なかった。いつも日々あげてるから。私日々あげてるんだ。えらい。そうだよ、日々あげてる。そんな大きいものでも毎年やる派か。そういうのちゃんとやるよね、自分にさ。このタイミングでっていう。30歳の自分から31歳の自分へ、分かった、ご褒美を贈りたいみたいな。もう決めちゃったの？決めた。車にしたら？車？免許もないのにおかしいですよ。自分へのプレゼント、車だ。免許どれ？免許ないし駐車場もないよ。あ、いいじゃん、車で。やっぱそこまでしてくれたら、なんかこうやって髪の毛洗ってるのも別に変なことじゃない気がする。あ、まあそうだよねって、徳井さんってそうだよねってなるよね。あ、それがちょっと薄まるみたいな。別にあれ薄めなんかないよ別に。それはもう事実で変えようのない。あれはもう30年のあれがあるから。いや薄まるよ本当に。31年目もそうだもん。免許もないのに車の人買ったらしいって自分の。みんなのこと見ながら頭洗ってるのも。薄まる、全然薄まっかな。いいじゃん、薄まるかもよりやばくなるかどっちかね。なるほどね。車か、いいんじゃない、決めた。でも決まっちゃったみたいなんだよね。決定したいと思います。マジで買ったっていうさ、なんか発表したらもう多分私地べたで笑う。小学生みたいな、幼稚園みたいなってやるわ。ああ、さすがだな。まあでも買うときは軽トラかキャンピングカーにします。ということで今日も楽しくお届けしていきましょう。アルマギア情報局スタート。この番組はアクアアリスの提供でお送りします。久保ゆりかアルマギア情報局、改めまして徳井空です。久保ゆりかです。じゃあちょっとメール、早速読んでいきましょう。今年のメール、今年のうちに、お名前大輝さんからです。ありがとうございます。ちくちゃん、空ちゃん、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。僕は一人○○がマイブームで、一人カラオケや一人焼肉、たまに一人旅行もしたり、12月には一人 USJ を計画しています。お二人は何かマイブームはありますか？マイブームね。いや、マイブーム聞かれた時にさ、なんかそんな結構な頻度でさ聞かれるよね。だって聞かれんの、だってアンケートとかにもさ、最近ハマっていることはって絶対書かれるんだけども、その最近ってここ数年でいいのみたいな。あとさ、なんていうか、あんまこういうこと言うと、なんか変な想像されちゃうと思うんだけど、もう変な想像しちゃうよ。なにマイブームありますかって聞かれて、答えられるマイブームがないのよ。ただ言えないマイブームはありますね。あるじゃん、やっぱそのメディアに対して言えないさ、そのものがあったりするから、じゃあ何ってなっちゃうんだけど、なんだろうね。そうなの、だからそうないわけじゃないんですけど、だからどうしても、いや、なんかほんとなんもないです、ずっと寝てますとか言ったら、また寝てるとか言ってるみたいな、なんか言われて終わっちゃうよね。何言ったらいいかさ、何が欲しいのって思っちゃう。これいつも聞かれた時に今ハマってるものって聞いてくる人、気になる人ね。タピオカとかなんかそういう、今こうやってる、今だったらもう毎晩「鬼滅の刃」見てますみたいな感じですかみたいな。マイブームで、マイブームで広げんのって難しいな。何が好きですかでいい気もするんだよね。こう長らくずっとだって好きなものはいっぱいあるわけだからさ。確かに。なんだろうね。何が今何が好きですかってこと？確かにね、好きなものってまあ。変わるっていうより増えてったりはするからね。そうね、確かに。最近好きになったものは、さらに好きになったものはとかの方がいいかもしれないね、聞き方としては。そうだね、マイブームって、しかもマイブームっていうことはさ、世の中のブームに乗ってるってだけじゃダメなの。自分の中での高まりがないといけないわけだから、その差を出すのも難しいじゃん。だから毎晩「鬼滅の刃」だともう「ブームは何ですか?」になっちゃうじゃん。世のブームは何ですかみたいな。でそれがさ、リアルな本当にマイブームだったとした時にもさ、それを言ったら「ああ流行ってますもんね」とか言われるわけじゃん。そうだよね。気になってることはぐらいでいいかもしれないね。したらなんかまあハマってはいないけど、ちょっと気にかけてるみたいな。確かに、マイブームね、最近なんかって言われちゃうとね、なんかさ、趣味はめっちゃ多いじゃん、正直。趣味めちゃめちゃ多い。ただそれをマイブームという言葉に当てはめていいかって違うタイプだよね。そうなんですよ、もう。そうだよね。人に勧めたいミニカーじゃなくてなんだっけ、ミニ四駆ねミニカーじゃないよ、ミニ四駆走りますからそうミニ四駆とかもさ、やっぱ立派な超趣味だけど、趣味別にね、なんか一過性のものじゃないからさ、ってよりかはもう趣味はな、お二人は趣味はありますか急にお見合いみたいな広い質問でもいいからね、趣味ね。ありがとうございます、ありがとうございます。大輝さん嬉しいよ、また送ってね絶対答えるね、打ちのめされてるよもうじゃあシカちゃんにも読んでいただきましょうか、はい、ありがとう。豆倉さんからいただきました、ありがとうございます。スラマルシカさんこんにちは、はい、こんにちは、もしくは明けましておめでとうございます。明けおめ、あ、もうこれってまただっけ、うん、じゃあリピートで聞いてください。今からじゃあ一回閉じてください。はい。×ボタン押してください。新年も無事にアロマギアを見ることができて嬉しい限りです。うん、絶対閉じて、もう絶対閉じて、もう新年の設定でいるからさ。ところでそれまるとしかさんはこんなに2021年にしたいという理想もありますか？自分は2021年こそ趣味を見つけて友達を作りたいです。ああ、うんうんうん、もうちょっと。よいよい。うんうん。趣味ね、うん、趣味の友達でもさ、今なんかさ、うん、それこそなんかマッチングアプリみたいので、うん、なんかその恋人系とかの出会いじゃなくて、うん、なんか趣味友達、うん、ママ友達とかも今ね、みんなマッチングで出会うんだって。そう、だから趣味だったり、その、うん、自分の子供が何歳ぐらいだったら、うん、同じような環境の人と出会って、うん、お話が合うようなみたいな。それはさ、こうやって連絡するだけ、それとも会うの？そっから。あ、直接会ってもいいみたい。だからなんか近所でその同じような人を探して、うん、普通になんかお茶して、だからそのお子さんだったら子供の話題をで盛り上がってみたいな。うん、でそれの趣味もあったりするらしいよ。すごいね、うん、今って感じだね。何でも出会えるよね。何でも出会えるよね。何でも出会えちゃう。そうね。でもさ、うん、なんか。あれだね、よっぽどさ、この連絡取ってる時に盛り上がんないとさ、趣味友達だとしてもなんかあれだね、会った時もあ、こんにちはって温度差がねなっちゃいそうだよね。すごい、私たちが小学校ぐらいの時なんか文通みたいなめっちゃ流行った時なかった？流行ったよね、雑誌とかにさ。今考えるとめちゃくちゃ危ないよね、普通に住所とか書いてたよね。そうそうそうね、ここ送ってねみたいな、そうそう、試書箱とかじゃなくてだよ、うん、そうだよね。そんな時代あったんですかみたいな感じだよねメルトモとかじゃなくてね、文通全然あったし、メルトモなんてもう小学校高学年レベルだよね、多分6年生中学生とかだったから、うん、文通懐かしいね。でもメールしてたわ、奈良のことね、うん、メールと手紙のやり取り私じゃなくて、いやそれがシカちゃんだったらもう映画化決定なんだけどいや本当にお笑いの相方を探して、でそうなんかオンエアバトルの掲示板で同い年ぐらいのお笑い好きの女の子と、奈良県の女の子と文通とだからメールのやり取りをしてて、電話もちょっとしたのかな。懐かしい時代だ。じゃあそうなの、すごいね。プリクラとか貼ってあったりしてさ、手紙に「こっちが私です」みたいな、そう、会ったことはないの。ある日突然じゃちょっと音信は途絶えた。あ、そうだね。そうか。へえ、それが本当私だったら笑うね。もしかして名前は覚えてないもんね。あ、覚えてない。ありえるね。じゃあ私も文通してた人いたもん。千葉君。ちょっとすごくね。だとしたらさ、本当に後に2人は同じグループで活動するのである。やばくない？いや、それはもう結婚するレベルだよね。運命すぎるわ。ハワイですもん、一緒に。幸せになるしかないわ。どういう文通だった？趣味のお友達か何か？なんかその時はちょっとチャラついてたから、プリクラをただ交換するだけの人みたいな。あれ何だったんだろう？なんでプリクラって交換したんだろう？なんだろうね。だってさ、もはや自分が見て楽しいよりは、貼るいっぱい貼ることがもう集めるみたいな目当てだったから、こんなちっちゃいプリクラとかも配りたいからさなんかちっちゃいプリクラとかコピーとかしてなかった？カラーコピーやったよ。えプリクラカラーコピーしない時代マジでそうだよね。こんなちっちゃいプリクラでも一番写りがいいやつはもうカラーコピーして何だも拡大しちゃってもうガッサガサのやつを配り歩いてたよね。ペラペラのやつ配ったりしてる人いたよね。夏いね。あ、全然画像なんて取り込めない時代だよね。まだそうだよ。みんな携帯持ってないとかちょっと持ってたりしてもスマホなんてねそれこそパカパカだったからさ、うん、そうだってプリクラでだって初期なんてもう横しかなかったじゃん。なんかよくわかんない、うん、バイキンマンみたいなやつ。そうプリントクラブのオフィシャルのキャラクターね。あれキャラクターってあれしかなかったから。あとはなんか安室ちゃんとかと一緒に写るみたいなめっちゃガサガサのやつだよね。昔の証明写真みたいなさ、そう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 写れるみたいなやつ。いまだに沖縄とか行ったら空港とかにああいうのあるよね。懐かしい。懐かしいね。いやだから今でいうそのフォロワーみたいな感じだろうね。この相互フォロワーみたいな感じでこう交換することによって自分のコミュニティはこれぐらいですよっていうさ見せつけてたんだ。かもしれない。もっと遡ればプロフィール帳みたいなのめっちゃ流行ったもんね。そうだね。小学校の時。プロフ帳ね。今の子は書かないのかな。プロフ帳書くかな。逆にもうすごい逆になんかすごいレトロみたいな感じなのかなレトロじゃん手書きじゃんみたいな、ね、私はなんとかへそらちゃんって呼ばれていますみたいな空欄を埋めるタイプのさあったわかるわかる。めっちゃ書くの多いやつとかもあったじゃん。そうあそこででも個性が出るからね。そうそこでそう血液型はクワガタですみたいな感じでしょうもないよね今思うと本当に。あれ何だったんだろうね。いやでもやっぱヒエラルキーが高い子とかはやっぱその教育実習で来ためっちゃ可愛い女の先生とかに書いてもらったりしてて、うん、そうだね羨ましいと思いながらいいなーと思いながら見てた。先生優しいからねみんなに平等に書いてくれるけどさ。そうだよね。うんなんかあと最後の方とかになるとさなんか私のこと何々って思ってるよみたいなそうだよね。多分そういうので喜んだりとかね、そうメッセージ欄みたいなやつとかもさあったりするからさ、ご自由にお書きくださいみたいなところこれからもよろしくねみたいなこと書いてあってめっちゃ雑な人全部ないみたいな書いたりとかさ。そういたね。そうなのよ。で一応集めたいからさみんなに一応配んだよ。全然興味がない人にも配ってなんか本当になんか鉛筆で走り書いたみたいなやつ返ってきて一応コレクションしとくかみたいな後ろの方にするやっぱ綺麗に書いてくれてる人の前の方にするよね。そうだよね。可愛い子はやっぱ可愛いペンでさミルキーペンで書いてるから、うん、そうだね。あと消しゴムで消したら色消える変わるやつそういうのあるからね。あ全然メールと関係ないね。そうだね。趣味見つけたらぜひプロフ帳書いてもらってくださいね。趣味でもないちょっと集めようからね。女性声優にプロフ帳書いてもらったらどうね。帰ってこなくても悲しいね。確かにもう現場でもあって今ちょっと書いてくださいって書かせるしかないよね。これなんでゆりかちゃんって呼んでるみたいな血液型はみたいな何この個人情報の収集得意さんと思われちゃうよね。そうだよね。住所とかも書くよね。そうアドレスとかもさ確かに書くとかあったかもね。へえ懐かしい懐かしいね。なんか2021年どういうのにしたいっていう理想ありますかからプロフ帳が懐いっていう話。21年も健康にね行きたいと思います。やっぱもう31歳になるんでより気を引き締めて体調管理の方をしていきたいなと考えております。豆倉さんもぜひ体調に気をつけて。翻訳ですから我々来年。翻訳です。はい翻訳です。翻訳情報局として開運情報すごいね。ダブル翻訳だもんね。ダブル翻訳で行きたいと思います。ダブル翻訳は自分たちに来るらしいから、ちょっと本当に気を引き締めてね、落ち着いてお仕事していこうね。素敵な趣味のお友達見つけてください。まだ読む？もう読まない。はい。ということで皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。それではここで1曲お届けしましょう。ビーバーミューキャットでシンガーソング。最強デュエット決定戦。少女と少女が織りなす物語であるアルマギアにちなんでリスナーから届いた最強の組み合わせを私たちの独断でランキングにしていきます。はい、今はですね、暫定1位は、冷房と毛布となっております。などなどですね。そして、240位ショートヘアとスカート。少ないね。少ない。やってないのか、うちらがランキング。そうだね。県外の方が多いです。ちなみにランクインしてるものより。240があるのに、まであるのに、それの中にも入んないやつね。そうだね。そうだね。人によるとかありますね。ピザとコーラは人によるとかですかね。まあそうだね。ランキング入れなくていいね。はい。お名前和彦さんからです。ありがとうございます。僕の思う最強の組み合わせはおばあちゃんとお年玉です。会いに行くたびにお年玉をくれたおばあちゃんが僕は大好きです。こんなことを言うとお金目当てなんて最低だと思われるかもしれません。ですが想像してみてください。お年玉をくれないおばあちゃんの姿を。ゾッとしませんか？しない。ゾッとするわ。おばあちゃんくれなかったけど。くれないタイプだった？本当に知らないおじさんとおばさんがくれた。あのおじさんとおばさん誰だったのって最近聞いた。そういや、なんかすごい遠い親戚みたいなさ。そうするともうさ、いつも5,000円くれるおじさんだみたいな感じでさ、そう覚えちゃうんだよね。申し訳ないけど。だから特にそのおばあちゃんイコールお年玉くれるっていうイメージないかも。あ、本当。どっちもくれなかったよ。すごくない？すごい。身内でさ、もう回してもしょうがないじゃんっていう感じだった。なんか。なるほどね。まあ確かに予想のね、親戚他の人からもらった方がいいみたいなのかな。もらってたんでしょ？おばあちゃんもらった。くれた。5,000円。結構くれるじゃん。やっぱさ、もう本当に見知らぬおじさんはさ、2,000〜3,000円しかくれないからさ、大体5,000円すごいじゃん。そう。ちょっと厚みがあって嬉しいとか思うと3,000円とかあるな。でも逆をついて1,000円札5枚の時とかもあるもんね。ああ、なるほどね。間に合わなかったっていう両替が。1,000円札でもいいと思うけどな。いやだからおばあちゃん私はくれるイメージだね。でもおばあちゃんはお誕生日にも5,000円くれるシステムなのよ。へえ。そう。だから12月26日に5,000円、1月1日に5,000円、もう1年の収入のほとんどがそこに集まっちゃってんのよ。行事ごとにね。夏の貧乏さったらないよね。じゃあさ、もうこの番組も行事何もしなくていいけど5,000円もらうって何も言わずにもう毎回ここに置いてあるっていう全行事ごとに。どういうことなの？年明けと誕生日はもう5000円がここに置いてあるみたいな。もう何もいいコメントとかもいらない、ただ5000円いただきましたっていう。ありがとうございます。何本あってもいいですからね。それ何本あったって嬉しいわ。いっぱい欲しいじゃんね。いいおばあちゃんだな。これ何やね。くれるおばあちゃんがいる方が集めて。結構でも上位かなと思う。おばあちゃん優しいから。うん。確かに。そうだね。でも240位だとな、ちょっと広い感じするもんな。そうだね。だから240のそのショートヘアとスカートより上か下かっていう話じゃない？そうだよね、うん、クリームソーダと比べた時に結構上じゃない？クリームソーダない酔っ払いと寿司よりこの辺だな。第58位ちょっと漫画的な感じだね。確かに確かに、確かにね。じゃあ41位。おいやもうちょっといくかな。30位。すごい。おめでとうございます。入った。おばあちゃんとお年玉。ねえ。やっと入ったよ。私もいっぱいお年玉をあげられるおばあちゃんになりたいわ。はい、ということで今日はここまで、引き続きあなたが思う最強の組み合わせはジャンル問わず募集しております。得意ソロ、久保ゆりか。アルマギアプロジェクトからのお知らせです。アルマギアプロジェクト6枚目のシングルが絶賛発売中です。 DVD にはアルマギアオリジナルミニアニメーション映像を収録。今作の4人の新キャラクターが出演しています。そして久保さんがディーバとして参加したパレードプロトコルディーバフェスタ、小倉優衣さんがディーバとして参加したルッキングオーダーディーバクルシュ、私がディーバとして参加しているスカイメーカーディーバミューキャット、そして久保さんと私が参加しているミュージカルコネクトも現在好評発売中です。詳しい情報は随時ツイッターや公式サイトにてチェック、以上アルマギアプロジェクトからのお知らせでした。得意空久保ゆりかアルマギア情報局。得意空久保ゆりかアルマギア情報局、そろそろエンディングのお時間です。番組では皆さんからのメッセージ大募集中です。今度は2人でこんなことやってほしいも募集中デュエットチャレンジ、あなたの相談に即興ソングでお答えディーバ対戦、私たちが決着をつけますアルマギアナイマギア、組み合わせは無限大最強デュエット決定戦、その他不相と感想、私たちへの質問もお待ちしております。メッセージの宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送得意空久保ゆりかアルマギア情報局がここまで。メールの場合はすべて小文字でマギア@jokr.net、 マギアは MAGIA となっておりますよ。はい、2021年もアルマギア情報局が続きますように、皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。何とぞ何とぞ。ということでですね、この番組は各週更新なので、年が明けて1月3日のこの時間は同じ内容が放送されます、次回第73回目は1月10日に更新です。お楽しみに、ということで今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は得意空と久保ゆりかでした。良いお年を。この番組はアクアアリスの提供でお送りしました。